今日は君のことをイライラさせるよ。はい。はい、皆さんこんにちは。ボボカーチャンネルです。はい。平日放課後、エブリデイ餃子店さん来てます。学校終わって3時間来ました。というわけで今回皆さんをイライラさせていただきたいと思います。皆さんこちらの台覚えてますか？こちら以前やったんですけど、クレーンゲームの中でもカプリチオリフトといってですね、グリングリンするこの輪、なんて言えばいいの、フックにこの穴、景品の穴をフックに入れてゲットするっていうやつなんですけど、それがイライラするんですよ。なんか、まあ、説明しても分かんないと思うんで、とりあえず見てイライラしちゃってください。こちらエブリデイ餃子店さんに、まあ、通称イライラ台、こちらね4台あるんですけど、4台ね1回ずつやって何個取れるか検証していきたいと思います。まあ、通称イライラ4と名付けました。それではイライラ台スタート。じゃああっち側から行っていきます。では早速やっていきます。このねミニーちゃんの扇風機狙いでいきます。これ時間が制限があるからね。いきます、よーいスタート。あ、1分間ですね。これあんまり揺らさない方がいいよね。ゆっくりゆっくり、落ち着け落ち着け、カプリチよ、落ち着けよ、落ち着けカプリチ、あ落ち着け落ち着け、うん、落ち着け落ち着け、落ち着け、30秒だよ、落ち着け、おなんで、こういうのがあるんです、こういうのがあるんです。これぞ通称イライラ台。続きましてこちら、すごいいろんなやつがあるんですよ。ちょっとまだねこれどれ狙おうかあんま分かんないんで、とりあえずちょっとぐるぐる回していきます。2、1、GO。 よし、これはなんだ、ネクタイ、これこれネクタイむずいな、これ穴的に、このこのこれか、これが違うな、なんだこれ、あたたた、なんでよね。あ、終わった終わった、あだだだだ、あだだだだ、あ、ちょっとイライラしてきた。では続きましてこちら、このレゴ狙おうかな、レゴ。レゴがこの空の青さを知る人用のマフタオル。これ無理だよ。まあ行ってみましょう。レゴ行きます。あんま揺らさないようにゆっくり行きましょう。たたた。
wrote it. Watching the sun go down is disappearing. Cause in this part of town it's pretty clear that I can feel the same. でこむずい。ああ、もう最後だよ最後。早くない？まあ、ちなみにこの動画は多分1個も撮れないと思います。普通のクレーンゲームの動画は撮れたスカッとを楽しむ動画ですが、まあ、このねイライラ4に関しては私と一緒にねイライラを楽しんでいく動画となってますので、ぜひそちらを踏まえてのご視聴をお願いします。言っときます、多分取れない多分取れない多分取れない。ではこの茶色いコップ、あ、オレンジのコップいきます。でもねちょっと輪っかのサイズ的にねちょっとなんかいきます。もうこの上で動かす。はい、というわけで今回イライラ4台やってみましたが、いかがだったでしょうか。皆さん一緒にイライラしていただけたでしょうか。私ねもうこの企画ちょっとやりたくないんですけど、まあ、もしね需要がありそうだったらまたやりたいと思います。ぜひねこのイライラ台の感想をやめてくれとかあればぜひコメント欄にお願いします。それでは皆さんバイバーイ。イライラしたまま帰ります。最後までご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら、ぜひ見てみてね。こっちのボタンもクリックして今すぐチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますので、ぜひぜひそちらもフォローよろしくお願いします。グッドボタン、コメント待ってます。それでは皆さんバイバイ。